今日も世界各地から EDF の活躍ぶりを示すニュースが続々と届いています。特に際立っているのが、先日出現した海生物エルギヌスに対抗するための新兵器、歩行要塞バラムです。武装はありませんが、バラムにとってそんなものは飾りです。バラムの投入によって EDF は圧倒的優位に立ち、完全勝利は目前に迫っています。そんな EDF の最前線に立つ隊員たちの活躍ぶりを、本日はライブ中継でレポートしてみたいと思います。早速現場を呼んでみましょう。本田さん。はい、こちら現場です。どうですか、この装備かっこいいでしょう。エアレーダーの装備ですね。似合ってますよ。今日は巨大生物の巣穴に潜入して敵を一掃してみたいと思います。十分気をつけてくださいね。大丈夫大丈夫、心配ご無用です。広報官といえど私も EDF 隊員、毎日体を鍛えていますのでへっちゃらです。ポーリナーなんか握りつぶしてみせますよ。それは楽しみです。ワクワクしますね。それでは早速 EDF の出動です。思ったよりも巣穴の内部は暗いですね。そうですね。ヘルメットに装着されているライトが巣穴の内部を照らしていますが、かなり暗いです。ライトに照らされた岩肌が多少不気味ではありますが、ともあれ毎日体を鍛えているのでへっちゃらです。大丈夫大丈夫。レーダーでは敵がかなり近くにいるみたいですが。え、本当ですか。本田さん、後ろ後ろ。少々電波が乱れているようです。申し訳ありません。中継つながりますか。行けますか。あ、大丈夫でしたか。つながってますよ。はい、何の問題もありません。きっちりと敵を殲滅できました。それにしても私の活躍ぶり、皆さんにお見せできなかったのが残念です。そうですか、さすがですね。それよりもご覧ください、こちら EDF の最先端技術が導入された四足歩行兵器、デプスクロウラーです。噂の新兵器の登場ですね。早速乗り込んでみたいと思います。ご覧いただけますでしょうか、この跳躍。4つのしなやかなフックアームを使って、さらにこうして壁も天井も思いのままに進むことができるんですよ。ちょっと酔いますけど。大型ライトがついていて明るいですし、もう怖いものなしですね。お、敵が見えてきましたよ。それでは一斉射撃スタート。これは気持ちいい、やみつきになりますね。すごいすごい。ちょっとですね、思ったよりも敵の数が多いようですね。大丈夫ですか。なんのなんの、ここからが本番。やばいやばいやばい。え、申し訳ありません。再び電波の影響で映像が途切れてしまいました。ここで改めてデプスクローラーについてご紹介しましょう。指定戦闘用として開発されたビークルではありますが、地上でも高い性能を発揮するデプスクローラー。あ、中継つながりますか。糸が糸が。まだのようです。紹介を続けましょう。デプスクローラーはこのように建物の外壁や斜面をよじ登ったり、跳躍して天井に飛び移って敵を避けたり、上空から攻撃することも可能。戦闘の幅が俄然広がります。あ、中継の方つながる模様です。なんだなんだ。わー、はい。さらに4月2日までの早期入隊者にはゴールドに輝く指揮官用デプスクローラーをプレゼント。 EDF はやる気のある若者を指揮官待遇でお迎えします。
繋がりました。狭いよ、怖いよ。繋がってますよ、中継。大丈夫ですか？怖いよ。ああ、敵が来た。もうダメだ。もう中継切って。ダメダメ、切って切って。例の画面出して、早く。一人で死て意味残された。 EDF は来てくれない。暗いの、狭いの、怖くない。ママの姿